どうも皆さんこんにちは、ソバルトです。今回はですね、ワールドウォー3先行プレイ2日目やっていこうかなって思います。確か明日の深夜の2時だね、ワールドウォー3アーリーアクセス、スチーム版で購入できるようになるのが、早期アクセスってやつですね。要はで、それでみんなと多分プレイできると思うんですけど、ちょっとね、人がいなさすぎまあ抽選で当たった人限定の早期アクセス先行プレイっていうのもあって、人がいないっていうのはしょうがないかもしれないんですけど、さすがに64人サーバーで3人はやばくないかっていう感じですね。で、今回使ってんのは LMG とロケットランチャーですね。っていうか、こうも人がいないとさ、多分ね、全然ゲーム進まないと思うんですよ。コンクエストと同じで、拠点取ってポイント貯めるってやつで、ポイント条件これ いくつまでなんだろうな、5000とかだった気がするんだよね。ん？あ、やばいやばいやばい、なんかこれ、輸送車両だ。多分俺と一緒だ。輸送車両ってか、なんか、榴弾戦車みたいなやつ。やばい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 。殺される殺される。というか、リロードがクソ長い。やばいやばいやばい。なんだやばい。相手めっちゃ連打してくんだけど。は？あ、降りた。ちょっと俺も降りる。この LMG で。あいつ殺す。路角中路角。あれ？あとちょっとか。逃げるな逃げるな。あいつなんかここで乗ったり。あ、やばい。あ、引かれる。やばいやばい。え？なんで押してなかったの？じゃ、ロケットランチャー。間に合うか？リロード。くらえ！あと一発か？あ、でもやったのか？やったぜ。危なかった、今の。普通に引かれてたけど、あれなんで死ななかったんだろう。俺、入るサーバー間違ってんのかな、これ。あ、いたいたいた。くらえ。背中取ってるから多分やれるはず。オッケー。あとはロケットランチャーで、死ね！あと一発か？あと1、2発か？くらえ！オッケー。楽しい。これだけは楽しい。なんか破壊するだけは楽しいけど。いや、ほんとにね、3人しかいないのはやばい。マジで。サーバー人いなさすぎ。てか、入るサーバーほんと俺間違ってないかな。ここ入れるかな。あ、やばいやばい、バグってるバグってる。あ、やばいやばいやばい。あ、やばいやばいやばい。これあれ、PUBG みたいなバグになってる。ドアハサミみたいな。やばいな。あれ壊れんじゃね？大丈夫、味方。そういえば昨日コメントで見たんですけど、これね、ロッキーを押すと、このタブレットみたいなのを出せるんですよ、タブレット。で、このタブレットを開いて、クリックした場所の付近を偵察機が走ってくれて、で、これで周辺にいる敵をね、索敵してくれるんですよ。まあ、バトルフィールド1でいうフレアガンに近い能力を持ってますね。だから基本的にすぐに発動した方がいいですね、拠点取る際は。フレアガンっていうか、偵察機は。あ？なんだ？あ、戦車来てんのか。やばい、ちょっと待って。やばいやばいやばい、ちょっと登ろう登ろう。ロケットランチャーで、ぶっ放す。あと2発かな。何発落ちんだろうな。どこ行った？あれ？あれ？消えたぞ。あ、やばい、味方がやられた。ちょっと待ってね。弾を補充したいんだけど、2発で足りるかな。1発。お、破壊した。ん？ 2 発か。多分2発で破壊したとか、結構やばいな、戦車。なんか通常脇の戦車は基本やばいみたいな感じなのかな。正直これ動画化できるのかっていう心配が今ありますね。このさ、広大なマップでさ、2対2はマジでやばいと思うよ、2対2。相手今1人増えてきてくれてるけど、2対2はマジでやばい。だってさ、64人でできるマップを2対2ってドミネーションでももうちょっと小さいよね。クラン戦やってるみたい。熱い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 。ここ燃えんのか。あー、ガンマチ LMG がいる。ちょっとやばいな。ちょっとね、このゲーム特有の出方してみるか、リーンで。本当は向こうから顔出してくれるとありがたいんだけど、基本やっぱり街が強いんですよね。その低スナイパーとかもそうなんだけど、ちょっとずつ顔出そう。 OK、 これで多分全員かな。でもう一人の味方いなくなってんだ。なんか左下に分隊映ってんだけど、なんか俺しかいなくなってる。別分隊行ったのかなって言っても別分隊ないか。これさ、俺しかいないんだけど、今こっち側のチーム。あいつ、苗落ちしただろ、今のやつ。多分ね、あっちから出てくると思うんだよね、敵が。足音すんな、近いな。オッケー。このゲーム、LMG 一強説あるわ、今のところは。あ、ダメージ与えたね。ロケットガンでかまします。暗い。オッケー。あ、やばい、爆風ダメージ結構強いな。は？なんだこれ？は？味方のグレだろ、絶対今の。ふざけんな、マジで。でもね、このゲーム始める人、もし最初キル取れなかった場合、LMG 使うといいです。ガチで LMG 結構強い。
ちょっと偵察ヘリ出すわ。偵察ヘリ。多分ね、あの屋上まだいると思うんだよね。やっぱいるね。あ、いるいるいる。オッケーオッケーオッケー。いるわ。うん。この真上にいるわ。どうしようかな。ちょっとロケットガン構おう。あのね、ガン待ちされてるから、多分ね、ガン待ちされたら負けちゃうから、ロケットガン一発かけます。結構強いからね、案外。てか、爆風だけでも結構ダメージ食らうから。よーし、オッケー。うぜー、今の戦法。敵からしたらもう発狂もんでしょ、これ。こんな近距離でロケットランチャー発砲されて。フォートナイトみたいなことしてんな。なんでだろうな。なんでこんな人いないんだろう。もう相手敵1拠点しかないよ。てか、フィールドフードさんのね、動画を見たんですよ。あん時はめっちゃ人いたんすよね。なんか俺のやる時間だけめっちゃ人いない。てか、俺だけ嫌われてんじゃね？迫害主義されてる、俺だけ。いるね。あ、マジか。今の当たんないのか。OK。いや、抑えられるレベルだね、この反動は。なんか LMG 縦打ちは、あ、太刀打ちはクソみたいなイメージはあったんですけど、別にそんなことも感じない。てか、バトルフィールド5と比べちゃってるけど、本当に全然撃てるレベルだし、高威力だから、多分 LMG 一強じゃねこのゲームって思いました。なんか武器によって走る速度若干違うみたいなことは聞いたんですけどね。ウェイトとかあるらしいし。多分ね、この拠点敵取りに来るんですよ。偵察ヘリ起動したけど。あ、やっぱいるわ。うん。いるね。ちょうどあの裏側にいる。オッケー。なんか緑星人になってる。なんかスーモみたいな格好してる。あとはあの、やばいやばいやばい。あとあの裏か。あの裏だね。ちょ、見えねえな。おー、やばい。相手うまいな。うまい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 。うまいわ。てか、よくあれ見えたな。ちょっとグレネード放って。多分ワンチャン死ぬんじゃねえかな、このグレネードで。あ、死なない。ちょ、待って、ロケットランチャー構えてワンチャン決めるか。くらえ。やったぜ。いや、爆風強っ。爆、は、あ、お前誰？えぇ？お前誰？味方やん、しかも。うざ。もうなんか、かくれんぼゲート化してきてんな、完全に。敵を探すだけ。味方が今、偵察ヘリ出してくれてるから、すごいわかるんだけどね、どこにいるか。これじゃ、ここ攻略するか。もし二人でここに待たれた時の対策方法。まず、LMG を持ちます。あ、偵察ヘリ消えた。うざ。あそこか。ちょっとロケットランチャー構える。ロケットランチャーの爆風であいつ死んでもらうわ。暗い。あー、知らないか。土のうみたいなのに邪魔されてる。あ、味方ラジコン出してる。暗い。あー、ダメージは食らってるけどって感じだね。もう一発。あー、知らないか。ちょっと今のうち詰めよう。味方がね、あのラジコンがうまく起動してくれてる。オッケー。ヘッドショットかな今のは。で、もう一人いると思うんだけど、消えたか。あれ？もう一人どこ行った？逃げたか？ワンちゃん逃げたっぽいね。多分。逃げた説濃厚ですな。なんかこんなに人がいないとさ、ミートミーやってる気分になるわ。懐かしいわ、ミートミー。ミートミーまたやりてえな。あの頃 YouTube をやろうなんて考えてなかったからね。あ、正面いるね。いるいる。多分あの、土のうつか。ベンチで痛い痛い痛い。あー、マジか、今の。キル入らないか。ちょっとね、偵察機出すわ。多分これ、ガン待ちされても分かるはず、これで。よし。いや、偵察機強っ。結構強いんだね。フレアガン並みの脅威あると思うよ。やっぱりポイントをつかないといけないんだけどね。なんか、その味方、自分のスコアとかが必要になってくるけど。あと一人が、あの裏か。オッケー。あ、よし、いいね。キル取ったね。オッケーオッケー。は？なんか味方が死んだ。味方が、なんか敵の後暮れで死んだっぽいね。あ、あと、多分これバトルフィールド1ユーザーから来てくれた人たちに言うんですけど、バトルフィールド1の動画は上げ続けます。まだ、一応は。ワールドウォー3出ても多分ね、バトルフィールドはやり続けるんで安心してください。ただ正直バトルフィールド1に関しては、ネタがない。あと一人いるね。あと一人が多分ね、オッケー。だから相手、ライトを構えてるから逆に分かりやすいね。ライト。銃に多分ライトつけてるんだと思うけど、すげえ分かりやすいわ。で、そのバトルフィールド1の動画今後も上げるんですけど、ワールドウォー3もやるし、BO4 もやるし、バトルフィールド5出る。まあ、バトルフィールド5が出たら、多分バトルフィールド1はやらないと思う。うん。これは先に言っとくわ。え、だってやらないっしょ。うん。いや、事実でしょ。もうやらないでしょ。うん。多分やらないと思います。みんなは、ワールドウォー3買いますか？この動画を見て。俺はまあ、買うんだけどね。俺は買うんだけどさ、もしね、正式版リリースしてさ、こんなに人がマッチングしないゲームだったら、
ねえって思いません？まあそれは多分ないとは思うんだけどね。ないとは、うん、ないとは思うんだけど、はこれ裏いるね。あ、ごめん、味方だった。すまん。まあさっきのお返しということで許してくれ。え、多分ね、まだいるんですよ、この中に。いた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 、やばい、味方がやられちゃう。あれ左行ったね。多分逃げると思う、あいつ。グレネード、あれ消えたな。で、リンとかもうまく使えればもっと強くなれそうだな、俺。あ、グレネード変なところで、あ、やべ、味方が抜かれた。ちょ、これ俺が勝たないと、まずい。俺が勝つ。オッケー。多分ミリだったね、体力。まあでも俺はこのゲーム買うけどな。皆さんは買います？まあよかったらコメントください。なんか、買う人と買わない人の比率を知りたい。まあ小規模な、投票になるけど。どうなんだろうね。日本人でどれだけのユーザーが買うか。あとね、なんかこのゲームできない、バグっててできないっていう人がいるんですよ、真っ暗になって。俺昨日も話したんですけど、システムローケルだっけ？っていうのを日本語にしたら、なんかできるようになりました。なんだろうね。バグ？それから日本が迫害されてんのかな？おまこくゲーだったのかな、このゲームって。ちょっとわからんな。ちょっと偵察兵で出そう。あ、いるね。奥っ側か。あの通路っぽいとこ。でもここのさ、B1 付近のマップはもう完全に熟知したね、俺。さっきからここでの打ち合いしかしてない気がする。どこにいるんだ？いや、やばい。ごめん。エイムずらした。くっそ。ちょっとロケットランチャーでワンチャン爆風で死んでもらおう。どんぐらい食らうか。食らい。オッケー、死んだ。強っ。で、もう一人いるんだよね。オッケーロケラン強っ。てか、援護兵のさ、弾でね、ロケットランチャー回復できるんですよ、すぐに。そう考えると、この LMG と弾兵持って、ロケットランチャー持つのが俺一番強いのかな。てか、これワンチャン最強兵科だね、普通に。みんなもね、正式版始まったら、この組み合わせ使ってみるといいですよ。めっちゃ強い、マジで。もうただのガンマチゲート化しちゃってるわ。ごめんな。あ、マジか、今の死なないか。ちょ、少し下がろう。これ LMG ガンマチゲーする。グレネード放って、多分これで、出てくるしかないはず。いいよー、来い。出てこい。頼む、出てきて。お願い。オッケー、ワンキル。もう一人どこ行った？あ、いた。オッケー、ツーキル。気持ちいい。これは普通に気持ちいいな。ただもう、正直な話ね、64人対戦やりたいんだよね。このゲーム、アーリーアクセス始まってから、一切そのサーバーが満杯になったところを見たことないんですよね。これ本当に大丈夫？マジで。正式版にして。サーバーの強度とか調べたのかな？ちゃんと64人入れるか否かとか。ちゃんと見てんのかな？それが純粋に心配だよね。3000円払ってゲームできませんでした。だったらひどいからね。正直。まあ、返品はできるけど、なんだって、スチームは。あ、勝ったね。いや、疲れた。多分40分ぐらい戦わされたね。きっと。な、40分だった気がする。あー、疲れた。あー、疲れた。これはきつい。ということで、皆さん、ワールドウォー3買いましょう。バイチャ。